どうも、皆さん、今回は海外のブリーチについてだよ。海外？以前、いじらないで、長トロさんという作品の長トロさんを黒人声優が演じるってなって話題になったんだ。ああ、そういえば、そういうことあったな。海外ってキャラクターと演じる声優さんを同一視というか、属性を揃えたがる傾向にあるんだ。ゲイのキャラなら、ゲイの声優さんに、黒人のキャラクターなら、黒人の声優さんにって感じですか。うん、私個人としては、本当にどうでもいいことなんだけど、海外では、そういう傾向が生まれてる部分があるんだ。必ずしもそうじゃないんだけどね。黒人の権利を奪うな、マイノリティの権利を奪うな、みたいなことなんやろうな。それに反対する人もいて、いじらないで、長トロさんの時は、ニガトロさんとか抽象する人もいたし、反対の声も結構大きかったんだ。ぶっちゃけ合ってれば黒人だろうが白人だろうが、中国人だろうがええよな。というか、それこそ長トロさんは日本人なんやから、属性云々言い出したら、日本人が演じないとあかんのでは。そこを突っ込んではいけない。近畿やったか。実際、いじらないで、長トロさんの長トロさんを演じている声も、私は聞いてみたんだけど、すごく合ってたんだ。日本版の長トロさんを演じてる上坂すみれさんと、性質が少し似てて、これなら別に問題ないんじゃ、と私は思ったんだよね。もしかして、今回、同じようなことが、ブリーチで起こったってことですか？そうなんだよ。ブリーチの中に、夜一というキャラクターがいるんだ。褐色や、長トロさんと同じく褐色キャラクターや。名前から言って、夜一さんは黒人じゃないし、あくまで、褐色系の肌のキャラクターってだけなんだけどね。褐色系のキャラクターは海外の人からしたら黒人とかに見えてしまうんやろうな。日本人にはない感覚や。ブリーチは日本でもそうなんだけど、2004年から2012年まで放送された第1期のものと、2022年から始まった千年決戦編というのがあるんだ。1期ではアニメでは完結してへんかったもんな。アニオリ展開とか入れとったけど、打ち切りみたいな感じになってしまったもんな。その続きとして10年経ってのまさかの2期みたいな感じなんだ。10年経ってはいるんだけど、基本的に声優の変更はないんだ。そこがすごいよな。 D グレーマンとか2期でほとんどの声優さんが変わっちゃってたりしたのに。山本源流斎茂国を演じていた声優さんが亡くなってしまって変更されてたりもするんだけどね。基本的には以前のキャストのままになってるのはすごいところだよ。ファンとしては以前と同じ声優さんってのは一番嬉しいところよな。問題の夜一さん、日本版では雪野さつきさんが演じてるんだ。ベテランさんやな。そして海外一期ではウェンディ・リーさんという方が演じてたんだ。海外の声優さんってあんまり詳しくないんやけど、この方も海外の声優さんとしては大ベテランで、日本のアニメで言えばデジモンアドベンチャーの高石健、鈴宮春日の憂鬱の鈴宮春日、ラキスタの泉こなたとかも演じてるんだ。海外版平野綾さんみたいな人なんか。ん？一期ではな。いや、これが相当にややこしい話でさ、白人の声優さんで一期では夜一さんを演じて、2期でも夜一さんを演じてはいるんだ。あ、それで問題になったん。夜一さんは黒人なんやから黒人が演じるべきだって。そこがこの問題の複雑なところ。なぜか2期では夜一さんの声がダブルキャストになってるんだ。はあ、どういうこと？夜一さんの声が千年決戦ではアナーリス・キニョネスさんって人に変更されるって発表されたんだ。まあ10年も経てば変更されることはありますよね。というか名前が発音しにくすぎる。このアナイリスさんはいわゆる新人声優で、リゼロのエキドナ、魔法科高校の劣等生の芝美雪、僕のヒーローアカデミアのミルコなんかを演じてるんだ。結構多岐にわたる感じやな。この人が夜一さんを演じることになるって発表があって、海外のファンとしてはなんでウェンディ・リーさんじゃないんだ、夜一さんが黒人に見えるから黒人の声優にしたのかみたいに一周話題になったんだ。まあそこはいろいろと事情もあるのかもしれへんな。だけどこのアナイリス・キニョネスさんが夜一さんを演じたのはブリーチの338話だけなんだ。以降は以前の声優であるウェンディ・リーさんになってる。はあ、なんでそんなことに？ウェンディ・リーさんが体調不良で代役だったとか？いや、話はもっと複雑なんだ。海外の吹き替え制作会社が間違ってアナイリス・キニョネスさんに夜一の役をオファーしてしまったんだ。ま、間違い？うん、その間違いに気づいたのはオファーした後だったみたいで、結果的にアナイリスさんに1話だけ夜一さんを演じてもらって、以降はウェンディ・リーさんになってるんだ。あかん、意味不明なことが起きとる。いや本当に意味不明だよ。なんでこんなことになったのか。ウェンディ・リーさんにオファーする前にアナイリスさんにオファーしちゃって、オファーした手前1話だけ演じてもらって、以降は一期と同じ声優さんにしてるってことなんだ。何回説明されてもわけわからん。まあ間違いでしたで、以前と同じ声優さんになるならいいんだけど、ウェンディさんが白人、アナイリスさんが黒人ってことでこの話がややこしくなってるんだ。またそこか。うん、1話だけ演じさせるなんて黒人差別だ。黒人の仕事を奪うな。そもそも夜一さんは黒人なんだから黒人声優が演じるべきだっていう意見が出てきちゃったんだよね。間違ったオファーのせいでややこしくなっとるな。多様性のある黒人に演じさせるのは素晴らしいのに、
そんな多様性のある黒人に演じさせないなんて、吹き替え制作会社は差別会社だみたいなニュースも流れちゃってるんだ。いや、制作会社のオファーミスはありえへんけど、なんでそんな流れになるんや。一期と違うキャストだってことで批判の声もあったみたいなんだ。まあそれは日本でももし変更になったら同じような意見は出るだろうし、納得するところではある。せやな。問題は一度は起用したのに間違いでしたって元の声優に戻したところなんだよね。日本でも例がないほどの事件や。そのせいで黒人だから降ろされた、差別主義者が声を上げれば黒人の仕事を奪うことができるという証明になったみたいな過激な意見も出てきちゃったんだよね。いや、これ誰も幸せにならへん事件やん。起用されたアナイリスさんも別に悪いわけやないし、以前の声優さんであるウェンディさんも悪いわけやないし、間違ってオファーしたのがここまでややこしくなる原因よな。夜一さんが合色キャラクターだってところも話がややこしくなってるんだ。これが朽木ロキアとか織姫とか肌の色が白ならややこしくならなかったかもしれないんだけど、合色ゆえに長トロさんと同じで黒人と認識する海外の人は多いんだよね。だからこそ新しい声優さんであるアナイリスさんが黒人やし、その方が合ってるみたいな意見も出るんやな。このあたりの感覚は日本人では理解しにくいよね。別に同性愛者のキャラクターを同性愛者の声優が演じる必要もないし、極論を言えば男性が女性を演じても女性が男性を演じても日本人の感覚としてはそのキャラに合ってれば問題ないと思うんだ。そうよな、そこにこだわりなんてないし、本人の人種や性別属性問わずにいろいろなキャラを演じるのが声優だけやなくて俳優とかもそうやけど、演技ってもんやないの。そのはずなんだけどね。やっぱりそこは海外と日本の人種や属性といったものに対する価値観の違いがすごく出てるんだと思うんだ。難しい話やな。でもそんなこと言い出したらエルフだのドワーフだのの異世界系のファンタジーのキャラを演じられなくなるし、日本のアニメの作品で日本を舞台にしたものなら日本人のキャラクターなんだから吹き替えも日本人がやらないといけないみたいになっちゃうんだけどね。そこはそこ、これはこれなんやろうな。千年決戦はクオリティも高くて日本でも人気だし、海外でもめちゃくちゃ人気が高いんだ。それだけに今回のこの声優の変更からさらに変更するっていう謎の采配がややこしい問題に発展してしまったのは残念でしかないよね。そもそもなんでオファーミスしたんやろうな。一期から夜一を演じているウェンディ・リーさんも最初から夜一を演じることに乗り気だったみたいだし、どこかで話がこじれてこうなったんだろうね。伝言ゲームでミスが生じたんか。ウェンディ・リーさんの夜一とアナイリスさんの夜一ちょっと比較して私も聞いてみたんだけど、ユキのサツキさんの声に近いのはウェンディ・リーさんの方で、アナイリスさんの方はちょっと低い感じではあるんだ。なるほど、結構違う感じなんやな。千年決戦は基本的にシリアスに話が進むし、作品の雰囲気としてはアナイリスさんの声でも悪くはないと思うんだけど、印象はかなり違うね。まあ結果的に一期の声優に戻ったことは海外のブリーチファンにとっては嬉しいことなんやけど、なんで1話だけ新声優やったんやって謎は残るんやな。千年決戦編は海外でも人気なだけに余計なケチがついたのはなんだかなってなるね。海外はややこしいな。ではまた次回。